は阿波踊りをレディオフィッシュのメンバーで有名なフィッシュボーイ主催のダンスイベント。I'm a bullet human. ステイゴールドで踊ってきました。イエーイ、本日に輝き、ステイゴールドっていうイベントって僕らも出させてもらったんだけど、他にもレディオフィッシュさん、DJ 大の字さん、仲良しのジャズトランペッター浜田雅秀くんのバンドも出られたんですよ。川崎クラブチッタっていうね、有名なライブハウスでめちゃくちゃ盛り上がったんで、その様子ぜひ見てください。はい、あやつさん、あやつさん、楽しんでるのかい、楽しんでるかい。さっき俺ね、2階から見てたんだけど、2階のみんなも楽しんでるかい。最後までついてきてくれますか。それでは参りましょう、宝船です、どうぞ。喋りの生命力がすごい、すごかった、本当にすごかった、パワーが、いやマジですごいよね。だからまあ踊りたいかっていう、うん、気持ちにやっぱ生命力が溢れてくるね、はい、あれをね受けるだけで、うん、ちょっと涙出てたの。あ、本当に、あれ人間が必死で生きてる様って、うん、めちゃくちゃエンターテインメントだよね。確かに、いや本当そう、こんな風に人間って生きてるんだ、こんな状況でっていうね、うん、このコロナの中ですよ、こんなに生命力を爆発させてるんだって何が出てくるじゃないですか。めちゃくちゃ面白い、ありがとう、すごいよこれ、最高最高だね、勢い上がってる、ものすごい、ふわっと出たね前にね、動画系のちょっと前ぐらいからガーってなっちゃったから。俺が今日この時間に話したかったのは、楽屋がね、レディオフィッシュ、はい、宝船の楽屋が大の字さん、そう、3本1位、この3組やばいよ、絶対に俺たちの楽屋に行くときに一回レディオフィッシュを通らないといけない、緊張するわ。でね、今コロナ禍だったから楽屋がずっと空いてるのよ、完璧のために、見ちゃいけない、見ちゃいけない、見ちゃいけない、見るなよ、ちょっと見るなよ、大してトイレ行きたくないんだけど、ちょっとトイレ行ってきます。いや、こっち見るな、トイレ行った、そうだからさ、いや、本当にびっくりしたんだけど、僕らが始まるちょっと前にみんなでミーティングとかして、で、ちょっと一回落ち着いた時間があって、僕トイレ行ってきたわけ、台の方に入ってね、ジャーって流してドアをバンって開けた瞬間に藤森さんここにいて、うわぁ、もちろん藤森さんと僕初対面だよ、初対面、思ったよりも顔小さい。わかる、わかる、 YouTube やってたりさ、バラエティでさ見てたりするじゃん、うん、だから藤森さんの顔わかりますよっていう人いるかもしれない、うん、みんなが思ってるより顔小さい、このぐらいしかない、顔ちっちゃ、エイリアン、顔グッ、いやでもそのぐらいオーラがある、いや、その時は
レディオフィッシュさんっていうダンスユニットのボーカルとしての藤森さん仕様だったから、衣装もきっちりしてるし、サングラスかけてたんだよ。だからね、顔小さくて肌が綺麗でさ、で僕も心の中では僕もね、アーティスト同士だから、ミーハーだ。そりゃそうだよ、共演者だから。心の中でドキドキになったけど、お疲れ様でーすって言った。そしたら藤森さんが、お疲れ様です誇張してるでしょ。で、君かわいいねとかじゃないんだ。お前バラエティーの見過ぎね。葛藤があるわけ。これこのまま、ちょっといつも見てますとか言うべきかな。あ、でもな、これいつも見てますとか言うとミーハーになっちゃうかなっていうのをすげー考えながら手やらわかる。そうそう、俺もこの YouTube やってる時に、この動画さ、ただのミーハー動画芸能人 YouTuber として中田敦彦さんがすごい人気じゃん、ね、今300万人以上すごいですね。俺も実はフィッシュボーイと仲良くて、はい、よくそのお兄さんである中田敦彦さんのこととかも気になってて、はい、オンラインサロンとかも入らせてもらって、はい、オンラインの中で交流させてもらったりして、うん、生あっちゃんを見たわけよ、うん、レディオフィッシュ的に言うと、はい、ご神体ですよ。ご神体って呼ばれてるんだよ、うん、で楽屋に挨拶行った時に、うん、あったら、うん、俺が緊張したっていうのと本物だっていうのがあって、あ、脳が一瞬真っ白にシャットダウンするぐらいクッて、そうそうそう、はっって何か言わなきゃ何か思って、 C 渡るに今日よろしくお願いします。いや、なるなる、うん、そしたら俺もそのオンラインコミュニティに入ってるってこともあって、はい、おい米沢さんですか、お会いできて嬉しいですって言って、いやー、うわー、もう認識してくれてるんだ、ね、僕が嬉しい、嬉しいですね。そうなの、過去の俺だったら、うん、今の現実夢だと思っちゃうなっていうふうに、本当そう、改めてレディオフィッシュ宝船大の字だったね芸能人、芸能人、オセロだったら芸能人、芸能人完全な、完全芸能人。一番思ったレディオフィッシュさんって楽屋が仲良さそうなのが伝わってきて、声がめっちゃ聞こえてくるの、とにかく無邪気、小学生みたいな感じでみんなキャッキャキャッキャ言いながらいろいろ喋ってる声が聞こえてきて、はいはい、あ、やっぱり仲がいいって一番大事だ、そうだよね、めちゃくちゃ思った、ね、ステイゴールドで言っときたいこと、はい、オープニングアクトを務めた我らが、まあ、ソウルブラザーですよ、ジャズトランペッターの浜田雅秀くん。浜田くんってどなたかっていうと、前に YouTube でホリエモン万博グルメ祭りっていうので、はいはい、大阪でね、うん、トランペットのジャズと一緒にコラボレーションした動画があるんだけど、はい、その時にトランペット吹いた子なんだよね、はい、島サダーとかでもね、はい、いっぱいで踊れてる、そう、はい、仲良くさせてもらってて、はい、一緒に頑張ってきてるっていう戦友みたいな感じ、うん、そのジャズとフィッシュボーイがソロで踊ったんだけど、そう、オープニングで、これもね、めちゃくちゃ良かったから、超かっこよかった。ってかさ、浜田くんさ、仲いいんだから YouTube 読めばいい。あ、出ました。そうだ、すぐできた。渡るにはいつも唐突だよ忙しい人だから浜田くん。いや、でもね、浜田くんならならっていうのは申し訳ない。浜田くんはもう魂繋がってるから、マジ秒で、あ、なんか明日、明日行こう、明日行く、明日言うのね、行けます、約束ね、行けます。はい、だからインスタライブとかもやってる、インスタライブ、そっか、あ、そっか、コラボレーションしてるから、やつ、浜田くんは呼びましょう、はい、はい、楽しみ、おー、いいね、楽しみですね、よいしょ、いいね、はい、というわけで浜田くんお待ちしてます、はい、あやつさん、あやつやと。